〈2位じゃダメなんですかのはずが3位に15年ぶりにフラグ回収した蓮舫さん56はどこで失敗してしまったのかから続く〉〈盤石の戦いを終えた小池百合子さんの一番の問題点は今回特に明確でしたが今の都知事のやってきた政策は支持しているが別に小池百合子は支持していないという点です〉 言い方を変えれば、役職と人物とが有権者の評価からは、切り離されていて、政策に満足はしているけど、小池百合子さんが良いとは思わない、という都民が2割ぐらいいて、その人たちが概ね小池百合子さんに投票しているのです。まあいいかってやつでしょうか。あまり愛されない、小池百合子さん。それでも、蓮舫さんよりは、いわば、現状にそれほど、不満のない都民が、 現状維持票として小池百合子さんに仕方なく投票したのであってどの調査を見ても小池百合子さんが絶対に良い小池百合子さんが大好きという層はそう多くありませんそれでも蓮舫さんよりは愛されています裏を返すと小池百合子さんが都知事選において都民から揺るぎない票数を得て圧勝してもその小池さんを支える党である都民ファーストに関して言えば 小池さんとの関わりを相応に全面に出しているにも、かかわらず、大して強くないのです。政党としての都民ファースト支持率は、今回投票箱まで来た、都民有権者のわずか2%です。もっと濃いよ。ある意味で、まあ、小池由里子でいいやというのが無党派を含めた1153万人、都民有権者の総意であって、 なんか気に入らないことも起きるけど、おたいかなく8年、やってきたから、再選でいいぞということなのかもしれません。小池百合子さんの都政対策においては、おおむね都民は満足しており、たくさんの人口を抱える都市のガバナーとしては、世間的にも穏やかな支持率を得ています。特に防災など、都市機能のレガシーや子育て、教育政策、障害者支援などに加えて、 さされるべきはは前年代でコロナ対策の良さを都民は挙げていますこれは小池百合子さん本人の手腕もあるのかもしれませんが国のコロナ対策とは別に速やかに休業保障の枠組みを打ち出し対策アドバイザーに大曲隆雄さんを抜擢して感染抑制には新規感染1日100人未満にと早期から具体的なプランを着地させこれらを都民ファースト 公明党、自由民主党の都議会与党が無難に裁いて、いったからではないかと思います。小池さんの都政運営のスタイルは、私はよくわからないけど、お前らよきに計らいと適切な現場と議会に、丸投げできていたから成果が出てるんじゃないでしょうか。つまり、政治家としての小池百合子はそこまで評価されていないが、都知事としての政策の評価は、はありと高いので、小池さんは、 消極的だが幅広い層の都民の支持を受けて、無事に参戦したということになるのです。当初、放松候補として軽視されていた、石丸慎二さん、各戦いり。今回、歌方かなと思って、当初は軽視されていた石丸慎二さんが無党派を中心に強く伸び、特に争点として、 政治不信に反応する無党派ほど強く優位に、石丸慎嗣さんに投票する傾向があったようです。圧倒的な知名度を誇る蓮舫さんを打ち破って、若い人、特に男性から支持を得て、ジャイアントキリングした石丸慎嗣さんに注目は集まりますが、実は2014年都知事選でも、田上俊夫さんが若い人、特に男性から人気を得て4位、約61万票を獲得に入っているわけで。 東京都知事選というのは既存政党ではない「非自民の誰か」に投票する割合が一定数いると見た方が適切だろうと思いますもっとも秋田方市長を不評で一気でぶん投げ現役市長として過激なことを YouTube でしゃべってたらドトール飛ば創業者らが支援に回り藤川新之助さんのような強烈な選挙のプロが連れて来られて。 後ろに立ったので個人献金も集まって瞬間風速的に浮上しましたという感じです事前の5000万選挙資金の扱いや本人の割と尻滅裂な政治主張が飽きられてしまうと石丸新党が仮に出来上がっても量産型みんなの党みたいなのが出来上がるだけで長くは続かないのではないでしょうかそれでも 石丸慎次さんが20代30代男女を中心に幅広く支持を集めた背景には前日政治不信を強く憂慮する政治にまずまず関心のある有権者が既存政党への不信感をバックに石丸さんを応援した経緯があることですその点では先にも書きました通り蓮舫さんは改革する政治家というよりは改革される側の既存政党の 人なのであって実績はともかく言っていることは石丸さんに共感するという有権者が出るのも当然ですただ特に多摩地区や前年代層の女性からは石丸真嗣さん自身は不人気で途中から知名度が上がるごとに得票加速度が失速する傾向が顕著になりましたいろんな意味で石丸さんからすれば 人気のギリギリピークのところで投票日になったのでまあまあの評差で2位になれたというのが実態ではないかと思いますそして今回なぜか日本維新の会の東京では石丸新党を応援するよという地方議員が現れ揉め事を起こしていました維新の風に乗って選挙に勝てた人たちが維新の風がやんだら 石丸新党に流れた誘うにしているのは人間のわびさびを感じずにはいられません選挙期間中に出演した YouTube チャンネルでは石丸さんは国政進出しない意向を明言していましたが開票速報では国政進出ありきで広島1区に出るぞ的な話をしていました何でそこで嘘をつく必要があるのかよく分かりませんしかし古巣のはずの秋高田方氏は 広島3区であり、くしくも同日戦となった秋田方市長選では、範囲石丸真嗣さんを掲げる藤本栄津氏さんが6,746票と5割、近い差をつけて勝ってしまったため、俺たちの岸田文雄がご出馬される、広島1区ではとても勝ち目はないんじゃないのかとも、思います。都議選は自民党勝利と言える内容だったのか 28日の告示で9カ所の選挙戦がスタートしたのですが当初自民党が9カ所中8カ所も候補を立ててしまい3カ所で都民ファーストと1議席をめぐって争いとも倒れの恐れが懸念されておりました蓋を開けてみれば苦戦が予想された板橋区では解消するなど府中市含めて自民は2勝しました最低限許される勝ち倉で終わったのではないかと思います ただ、より大構造である、都知事選での連邦さんが惨敗したため、せっかく立憲と共産で住み分けたはずの都議補選は、立憲一勝二敗、共産は零勝四敗に終わってしまいました。特に、国示直後の調査では優勢と見られた、南多摩や中野、板橋、北ではおのおの都民ファーストや自民党候補者に、まくられて敗北し、楽勝とされた足立区でも、自民党候補相手に新勝するなど、 連邦さんの大苦戦三位転落の余波で都議補選も苦労した印象です同じ小池百合子さんを支える立場であった都民ファーストと自民党との間での候補者調整がうまくいかなかったことで中野や北などでは危うく共倒れが懸念されていましたただそれを上回る野党陣営の自滅で取れる議席を落としたという点では 立憲民主党執行部やトレンは責任問題にななるのではいいかとも思います。何分もっと立憲や共産の支持者が投票箱に来ると予想されていたため蓋を開けてみたら全体で見て野党陣営は期待得票数の15%以上も実際の得票数を落としていました。 選挙当日が酷暑だったので高齢者主体の野党陣営は投票箱にまでたどり着けなかったのではないかとあおる。向きもありますが、蓮舫さんに対する幻滅が不要不急の都議補選の立憲、共産候補の足を引っ張った形になったのは間違いありません。